どうも、しゃべたまごです。どうも、しゃべたまごです。すんです。おいたらともかです。のいりんです。はい、というわけで、当日でーす。よーす。いや、これちょっとえぐいで、ほんまこれ。プリクラやばいっすね。新しいプリクラの機種ができましたっていうしかないぐらいのこれ。まあ今日は渋谷の大前クラスさんで、ポップアップイベントということで、まあ大体多分2、300人ぐらいのね、お客さんが、まあ、来られると思うんで、そのね、お客さんの練りに練ってきた数式を、まあ、我々が、はいはい、あ、1ですね、はーいっていう、あインスタの DM できた感じは、あのなんかみんな8-7とかでいいですかみたいな。ちょっと違うね。8-7。まあでもね、まあ一応あくまでお客さんの満足度。いや、そらそう。そうですから。まああんまりマジレスしないように。まあでも、はいはいはい。気をつけてください。はい。今日はそれをしないように。マジレスしないように。はいはいはい。訂正とかしないように。まあ時には。時には、そういうのもね。はい、というわけで、やっていきたいと思います。メリーとバセモリーズ顧客満足。CS ね。顧客満足度。いらっしゃいませー。安い安いよ。いや、安くだ。そうだ、決まった人はこっち来てもらって注文してあっちで会計って感じです。で、このね、ノエリンとスンとワガが、まあ、ちょっとね、相談一旦乗ってくれるから、俺に聞かんほうがいいで。お、注文の個数は1以上の自然数でお願いいたします。分数でもよ、勝手にこっち分数の場合はメガネ切るんで。ああ分数の場合はガウス記号、半分って言ったやつはマジであの切る。第一号誰かな。はい、見てる。お、早かった。お、第一号、はい、ありがとうございます。こちらのメガネを、いくつ。ゼロの解像度。ゼロの解像度つまり、何分やろ。1です。1ですか。ありがとうございます。10%オフでございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こちらのメガネをご購入ということで、さて一体何個なんでしょうか。2-1。まあ2-1、まあ2-1でもギリ1ということで、ギリ1ということで、はい、 OK です。はい、ありがとうございます。1ペクナル、ずっと870からずっと875の5分の2 XDX。 やばいやばいやばい、5分の2分からへん。やばい、宣言したら、でも5分の 1X の2乗やったから、はい、どう870から1や、5分の5になるわ。おお、早い。素晴らしい、天才。じゃん、やってくれてるよこれ。相当好きやこれ。ありがとうございます。ありがとう、ほんまに。やばい、結構見ときました。今まですでにもうなんか、いらっしゃっせー。わ、なんと日本初の。いや、わかんない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 、葬式聞くまでわかんない。はい、はい。この中の方を、この数だけ。おっと、むずい、文字見せてきた。マイナスインテグラル0から1プラス i の z の3乗の dz やろ。4分の1プラス、まず4分の 1z の4乗やろ。1たす4たすみたいな感じだよ。1たす 4i、 1たす 4i、 1やこれ、これ1や。 2i の2i かける2i で 4i 2乗なって、4分の1で消えて 4i の4乗で i の2乗。まあそうだよな。まあ1になるんだよな。サングラスがこれね、8分の 1z 差から80やから、これだから2消えるよね。え、一緒の答えじゃないんですか。一緒になります。じゃ一緒になりますって言っちゃった。一緒になりますって言っちゃった。はい、2と8で16分の1やから、16で消えて1になるわ。お前1になりました。知らんけど、ようやく1になりました。ようやく計算できました。極限で簡単だけど、極限リミット、リミット、女子の口からリミットって聞いたし、興奮するんですけど、 X を1にマイナス9の方向からね。1マイナス、いいね、1マイナス、 X マイナスガウス、 X マイナスガウス、 X マイナスガウス、ガウス X。すごいの来たな。マイナスから近づけるから1やな、これ。はい、だからガウスの部分がマイナスの部分から近づけてるから0になる。だから1つですね。はい、難しいの言うじゃねえか。じゃあ3辺が345の三角形の、3辺が345の内接円の半径、内接円の半径ね。メガネが6で、
2分の 1R かっこ ×12 やから R イコール1です。あ、そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。2分の 1R かっこ3辺の長さ足したら面積になるという。あー、あったな。そう、面積になるという。あったあった。センター試験でよく使える。はい、初めて共通テストでちゃんと出そうなやつ。確かにちょっと実用的な、実用的なやつ。実用的な範囲でしたね。レフリーな、マジで。脳みそも使いつつ、コミュ力、コミュ力も使いつつ。だから俺も汗かいてるよ。5のゼロ勝あれやって。だから東大生も焦ってたと思う。お前理系注文されたと。いや、これ理系注文食って分かってても怖い。これビビるで。うん。これ全身エデネレンでございます。ありがとうございます。見た瞬間なんかおおすごい。さあ、そして一体こちら、はい、おいくつご注文でしょうか。はい、16品でいう B をミシンをにした時の2桁目の数字分ください。16進数で B は11か。ミシン数に変換した時ね、1011か。1011やから、その2桁目、その2桁目下から抜けたわけで1です。正解です。ありがとうございます。結構服やすのが来たね。11。さあ、一体じゃあこちらおいくつご注文でしょうか。迷ってたらね、もうちょっとフランシューム決めたの。フランシューム、フランシューム分かんない。待って、フランシューム分かんない。つーくん、フランシューム の家電車の数は何でしょう。フランシューム1番。おー、100番ぐらいだから。ありがとうございます。ありがとうございます。お、一発目。はい、ありがとうございます。高校生ですか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ何個ですか。ベンゼンを硫酸と硝酸の混合溶液に入れて反応させたものを、それと硫酸を加えて還元した後、硝酸ナトリウムと塩酸で反応させ、それを加熱して得られる塩化鉄酸水溶液のモデルと抵触する方法を考えるものであって、酸素原子の数をください。いいですね。まずダスル本化からいい。ダスル本化してアニリンにして、そうアニリンにして、あのジアズカップリングして、ジアズカップリングして、その時の、いやだからその時に最終的にその入れて、多分フェノールになるんですよ。フェノール、そうフェノールの話。いや今ちょっとめっちゃ急に頭使った。久しぶりに科学言う。こちら何個ですか。あのね、文系でもね、私たち優しいんですよ。そしたら、はい、夏目漱石の旧暦の誕生月。じゃあお前さ、頼むわ、頼むわ、お前。何月生まれ。1月じゃない。じゃあ1月ですか。2月だったらどうしますか。すいません、あの本日初めてのコスレということで。こちらすいませんね、あの何個なんでしょうね、これ。わかんない。こちら1+2分の1です。おー、すごい。1から始めますよね。答えは2です。ありがとうございます。ありがとうございます。この子にもいずれ極限の考え方教えてあげたいです。ありがとうございます。10年後以上。10年。よろしくお願いします。すいません、こちら何個ですか。これ何個ですかね。ヘリウムの災害電子ケースをください。かく、かける、かける、あ、事情で、事情 で、なるほど。ということで計4つということで、ありがとうございます。別解といたしまして、ベリリウムの原子番号、このような。ベリウムの特殊数、中性子と陽子2個。いらないですね、はい、そんな情報。ありがとうございます。すごい、4つ。今日最高。おしゃれだね、君も。君もおしゃれだね。はい、この中身。ああ、ちょっと不吉なことが起きました。はい、死んでま。死んでま。うちのジャムおじさんが死んじゃうんだけど。じゃあ、X 分のサイン X を、X を0に飛ばした時の極限に。極限1つということですね。ようやくこの中が1つと分かりました。はい、じゃあ、では中に。じゃあ、2014年の半大の理系大臣。理系大臣。あ、2013だ。13だ。2013年、2010文系の方は点取ってくる距離です。はい、こんにちは。おいちゃん。え、おいくつですか。中学2年生。中学2年生。アンパンマン知ってる。知ってる。こういうシステムでございます。考えてきたのに忘れちゃった。考えてきたのに忘れちゃった。自分の先生教えてくれた。なんかちょっとヒントちょうだいじゃん。どんなことを。俺らが問題を思い出させてあげる。三角関数使う。サイン2乗足すコサイン2乗かな。いやでも 2年生でやる。サイン2乗シータ足すコサイン2乗シータではない。4サイン30度。これ決めてるやつはもう
え、俺当てたのすごくない？俺当てたのすごくない？だからごめん、23位30。まあ合ってるってことにしよう。合ってるってことにしよう。じゃあどうぞ。いや、それ当てるのすごいです。すごい。いや、たまたま。いらっしゃいませ。実は、おお。実は、花尾さんが現役の名古屋大学出身で。うえー、また食べてる。うえー、現役？あ、現役です。確率全科式出てた。出ました。おお、出た。しっかり。しっかり出た。しっかり。しっかり解いた。しっかり解いたか覚えてないですね。それはおすすめどうですかね。君ね、くさくさく何でもやっちゃうタイプ。ありがとうございます。これは多分ね、君いけるタイプ。いけるタイプ、そう、いけるタイプだと思うんですよ。いいね。いけた。めちゃくちゃ音が。これちなみに装備できる人あんまり意味から、君はいけるわ。いけます。でも、普通にこっちにします。仕事、ありがとうございます。あ、写真撮っとこうや、写真。あ、お願いします。ありがとうございました。いっぱい撮っていた。最後の方ここ撮っちゃいました。思い出かなと思って。あ、思い出ですね。思い出ですよね。はい、思い出ですよね。さあ、自分の。いらっしゃいませ。まずですね、最後は一回振ってもらっていいですか。これなんかお土産からもらえたんですね。あ、まあそうそうそう、まあまあまあ、ちょっとお楽しみです。6、6出ました。はい、ってことなんで、リリーさんのサイコロ数は6個です。はい、これ全部振ってもらっていいですか、これ。はい、はい、はい、というわけで、リリーさんが買うメガネの個数は21本です。え、マジ？アホやろ。21本の買い上げです。アホやろ。30万くらいですか。ありがとうございます。これがもう入江スペシャルです。カカオか30万。それはもう待ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんまにありがとうございます。入江さん、いつもほんまにお世話になってます。本当にこれからもね、お家にお邪魔させていただきます。じゃあその上に入江注文ね。入江わかんないですよ、ここ行ってなくて。いや、いいや。だって、もう、2引く1とかみたいになってるから。2引く1だとあれやから。申し訳ない。よれしな人は、よれしな人割引前提でやってるから、逆にあの受講できないっていうロジックがあるから。だから、俺が指定する。じゃあ理系注文しましょう。この中に何個あるか我々には言えません。何個やろな。そういうディズニーランドのアトラクションです。言えないな。あなたが今から理系注文することによって俺の入れた時に研ぎ澄まされてるやん。設計家が AI 化してる。どうですか。マートンの、マートン2010年のアンダ数214アンダですね。引く213。はい、ありがとうございます。それ一つですね。ありがとうございます。はい、別回教えましょうか。あ、大丈夫ですか。大丈夫。あ、大丈夫。この中に何個入ってるか理系注文お願いします。お願いします。ヤフグレブナーキテの戦闘校のケース分だけ。ヤフグレブナーキテの戦闘校のケース分だけ。グレブナーキテな。分からない分からない。俺も何言ってるか分からない。グレブナーキテ。初見すぎる。いや、一回読んだね、数学ガールで。私も使ったことはないです。聞いたことあるだけ。じゃあもしかしてこれ1ですか。1です。いやー、ありがとうございます。初の敗北です、これ。正直これ敗北。敗北。はい、ということで、こちら理系注文係でございました。ありがとうございます。1個ってことあるんですけど。あ、何ですか。こう、ジェネシス。すごい。いや、俺の方が早かったんちゃう。今の俺の方が早かったんちゃう。めっちゃやりたかったな。今の俺の折れちゃう。いやいや、ビデオ判定、ビデオ判定。こう、ジェネシス。すごい。ジェネシス。いや、今の折れちゃう。音楽の、それ。そのバリアを解く魔法をあなたに受け取りたい。それが理系注文でございます。それでいいんですか。そうですね。メガネは目を見てる。見えてない、見えてない。でも数式で言わないといけない。そうなんです。1500+600。2100買うの。え、はい、というわけで、はい、8時間に及ぶオーマイグラス受けるテレレイベント終わりました。というわけで、オーマイグラスさんと一緒に盛り上げられて、ほんま良かったなと思います。良かったです、本当に。
はい、というわけでオーマイグラスさんとの、イベントから、まあ、1ヶ月ぐらい経ったんですけれども、いや反響がすごくてですね、感謝状がいっぱい届いたりとか。それちょっと今初めて聞きました。感謝届きました。本当ですか？イベントありがとうございましたとか。でなんか社員の満足度も上がったんですよね。それやばいっすね。いや本当ですよ。でなんかやっぱりこう達成感があったとか、マジこういう挑戦的な、まあ、ことをやっていきたいとかでモチベーション上がった社員多かったですね。いやめちゃめちゃ光栄です。本当にありがとうございます。こちらこそ本当に今日なんですけど、はい、また追加で別注のサングラスを作ってきたんですよ。おお、ありがとうございます。今回特別に新しいレンズの色を入れてですね、はい、まあ、別注って形で、まあ、100本限定になるんですけど、まあ、1つ33本とかになりますね。おーおーおー、はい、11で割れます。で今回はやっぱ、まあ、イベント行きたかったって声も多かったので、はい、今回こうオンライン限定で発売したいっていうのと、はい、まあ、できれば、まあ、99人のうち、うん、まあ、何人か抽選で、まあ、このメガネ拭きにですねなんかサインいただければ嬉しいな。全然サイン1度からサイン90度までかけます。あ、じゃあちっちゃくサイン書くんで、あのコサインっていう一瞬で終わるんで、はい、全然100本やりますよ。マジっすか。はい、もうザンザンアーです。で今回の限定モデルは難しいんですけど、うん、あの普通のエデエレとオーマイグラスのコラボのメガネを全国で試着できるようにしましたので。おお、なのですごい買わなくても、まあとりあえずその一回かけてみないと買えない人多いじゃないですか。はいはいはい。なのでご自宅で試着してもらって、まあ、気に入らなかったら返していただくってことできるので。それめちゃめちゃ強いですよね。はい。あとお店に来ていただいた方にノベリティをプレゼントしたいなと思います。おあのメガネ拭きとメガネクリーナーと曇り止めを用意してますので、おーマイグラスのお店で買っていただいたらプレゼントします。あ、え、それを、え、どの対象者は合計2、300ぐらいだよね。2、300ぐらい、まあ、なくなり次第終了と。なくなり次第終了です、はい、まあ、いうことなんで次の日ぐらいに、はい、ぜひちょっと行ってみてください、はい、それでは今日の動画は終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。